防衛大学校の棒倒し棒倒しは、自チームの棒を倒そうとする、相手チームからの攻撃を耐えつつ、相手チームの棒を攻撃して、これを倒すことを目的とする競技である。主に運動会、体育祭といったイベントの一種目として行われる。原則として、陸上競技だが水上で行われることもあり、2008年には、グラビアアアイドルらが、大磯ロングビーチで、水中棒倒しを行った。 棒には人の身長よりも長く、かつ、よじ登れるほどの強度を持つ丸太状の木柱を使用する。この棒には立てて支えるためのロープを数本取り付けられている場合がある。1チームに対し1本、または複数割り当てられた棒を決められた位置に立て、防御メンバーの一部がこれを取り囲んで安定させる。攻撃メンバーは競技場内を移動し、相手チームの棒を倒しにかかる。 棒が倒された場合、その棒を守るチームは負けとなる。あるいは1チームに複数の棒が割り当てられている場合は、その棒の防衛を構成する競技者は競技から脱落する。棒が倒されたと判定される基準としては以下のような基準が使用されることが多い。棒が物理的に倒れた場合、あるいは決められた角度以上に傾いた場合棒の地面に接するべき。 部分の全てが地面から離れた場合棒の地面に接するべき部分の一部が地面から離れた場合棒の先端に取り付けられた旗などを奪われた場合棒を倒し合うことが目的の競技であるため最も基本的な基準は1と言える。4は比較的安全なため小学校等での競技の際に使用される。危険防止のため競技は裸足で行うことが多い。 ラグビー用のヘッドキャップを着用する、爪を切るといった指導がされることもある。また、衣類を掴まれて頭から落ちないように、また衣類によって首が締まらないように、男子は上半身裸になることもある。同様な理由で、鉢巻きも禁止の場合もある。一般に殴る蹴るなどの暴力行為、危険行為が反則とされることが多い。男女別、男女混合のいずれで行うかは、 組織により異なる。自チームの棒の周囲と相手チームの棒の周囲のそれぞれに主な競技の場が出現する性質の競技である。ことなどから一般にチーム内でメンバーごとに異なった役割が与えられることとなる。下記に主な役割を大別列挙するが、一チームあたりの人数の高や作戦により役割のバリエーションにも変化が生ずる。 1984年9月、福岡大学附属大堀中学校、高等学校の体育祭の棒倒しで、2年生、男子生徒が、催しの最中、腹部を蹴られて、転倒、演目中そのまま、他生徒に踏みつけられて、内臓破裂の重傷を負う。1989年8月、本人を含む両親が、自己回避の注意義務を怠ったとして、同校を経営する。 学校法人福岡大学を相手取り、約5000万円の損害賠償を求めて提訴。1992年4月21日、福岡地方裁判所国ら支部は、原告の請求を帰却。防衛大学校において、防倒しは、1954年以降、毎年の開校祭において行われ、春のカッター競技、年度末の断交競技と合わせて3、大競技とされている。 競技は各大隊対抗で行われる。棒倒しがそもそも陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、海軍兵学校といった帝国陸軍、帝国海軍の士官養成校で主に行われていた競技であることを継承している。参加者は所属する大隊の名誉をかけ激しく戦い、各大隊ごとに緻密な作戦が立てられ、 た大体の練習情報を収集する部隊まで編成されるほどである。参加者は各大隊の精鋭150名であり、攻撃部隊、防御部隊に分けられる。ルールは至って簡単で、まず棒が競技場内に描かれた円の中に設置される。防御部隊はその円内でのみ行動ができる。試合開始の合図とともに、双方の攻撃部隊は、 相手方の棒に攻撃をかけ、2分以内に相手方の棒を先に倒せば勝利となる。攻撃役は上着に各大体のカラーに染められたシャツを着用、防御役は白のシャツを着用する。試合開始前には体育学教室の教官やスケノリらの下人員の点呼が行われ、彼らにより爪が伸びていないかなどの安全点検がなされる。また、 空手道部やボクシング部などの打撃系交友会の学生は攻撃部隊に参加できない。優勝大隊には棒倒し優勝大隊と記された看板、優勝旗、優勝カップなどが授与され学生宿舎に飾られる。各大隊は勝利のため部隊を様々なパートに分けて体制を整えている。その編成は大隊によって様々であるが一例を以下に記す。なお、 2002年に行われた陸上自衛隊北部方面隊総隊50周年記念行事において札幌ドームで同様の各師団対抗棒倒しが行われたこの時の優勝は第7師団である夏はまだ続く水中棒倒しで何かが起こる水泳大会棒台の学生は普段から4つの大隊に別れ進食を共にしており また何かイベントがあるときは大体ごとに集められる。詳細は防衛大学校学生隊を参照。ありがとうございます。